はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。では今回はアーズオブアイアン4中国プレイの続きをやっていきたいと思います。で、実はですね、再びタイムリープをさせていただいています。というのもですね、ちょっと、致命的なミスがありまして、歩兵の装備作るのに必要になる鉄ですね、鉄をですね、輸入元をアメリカに頼っていたんですけども、そうするとですね、輸送船を使わなきゃいけないということになるんですが、その輸送船が日本軍にバシバシ沈められるということで、輸入が不可能になるというね、もう立ち行かない状況になってしまったので、輸入元をですね、大陸に変えました。ソビエトとか、まあ、お隣のインド、まあ、イギリス領インドですね、そのあたりから調達するように変えて、輸送船はもともと40隻あったものをそのまま使わずに残しているという状態に変えました。ただ戦況はですね、大変厳しい状態でして、一応その師団構成もさらに増やしているんですけども、師団を増やすイコール装備が行き渡る前、訓練が行き渡る前に前線に送り出しているという事情もあってですね、前回同様かなり苦戦している状態です。で、状況はほぼほぼ前回と同じなので、ここからですね、また再開させていただきたいと思います。技術3とか国家方針とかはほぼ同じように進めてきたつもりなので、説明については割愛をさせていただいて、師団の構成から確認していきましょう。一番変えているのが師団の構成になってますんでね。で、まず戦域、作戦戦域なんですけども、大きく2つに分けています。で、まず分かりやすい簡単なところで言うと、この本土防衛作戦域には第一海岸警備隊ということで44の歩兵師団を配備しています。これはね、割と装備含めて充実しているところですね。で、その名前の通り海岸の防衛警備に当たってもらってます。で、もちろんこれは日本軍の強襲上陸、海からの強襲上陸に備える部隊なので、まあ、基本的には動かない、日本軍が海から上陸をかけてきたときにこれで迎撃するという任務に当たってもらっています。で、対日作戦域なんですが、これがですね、今だと3つかな、大きく軍としては分けていまして、分かりやすいところからいきましょうか。まずはですね、第一軍集団になっちゃってるな、少し分かりづらいので変えましょう。これは第一対日作戦軍とでもちょっと名付けておきましょうか。ここの軍の配下には、全部で4つの隊を入れている状態ですね。まずがこの第一対日強襲歩兵部隊、まあ、その名前の通り歩兵中心の部隊ですね。で、歩兵の師団構成なんですけども、師団の構成はですね、標準型歩兵師団ということで7つの歩兵中隊に1歩兵中隊を入れているという状態ですね。これが標準型の師団です。ただそのこの標準型歩兵師団の構成に変えたのは割と最近なので、基本的には6歩兵中隊で構成されているのが、歩兵部隊の中心です。で、同じく第2対日強襲歩兵隊、これも同じ構成です。で、第3対日強襲歩兵隊、これも同じ構成ですね。まあ、ご覧の通りちょっとねボロボロではあるんですけども、充足率も 18% とかね、その程度まで落ち込んできているのが厳しいところです。で、第4対日強襲歩兵隊、これも同じく歩兵中心構成になっています。で、続いて対日交戦騎兵軍、こっちはその名前の通り騎兵の遊撃隊を構成しています。まあ、遊撃隊といってももう余裕はないので前線に出ているんですけども、
これが第1第2の騎兵遊撃隊で組織されていて、騎兵中心で構成されています。で続いて中華統一戦線軍、これは主に中華統一戦線に加わっている他国から指揮権を移譲された軍ですね。なので割とごっちゃごちゃになってます。まあ構成とかね含めてごっちゃごちゃです。で最後がですね、戦車大隊ということで戦車の部隊を入れているんですけども、ここの戦車もねちょっと旧式かつ充足率が低いということで、なかなか厳しい戦いになっています。ではこれをね一度前線を引いて、しばらくは守備中心になると思うんですけども、やっていきたいと思います。で師団の構成は現204師団構成になっています。で師団はもうだいぶ数は増えてきているので、補充を優先にして後進とあと新規の構成については優先度は中にしておきたいと思います。もうあくまでもね、前線に銃が足りてない状態なので補充を中心に行っていきましょう。ではまず第1対日強襲歩兵部隊の前線から引いていきます。もうねかなり押し込まれていていびつになってきているので、少しザクザクっと引いていかなきゃいけないかなとは思うんですが、とはいえあんまり適当に引きすぎるとあっという間に前線が崩壊するので、もう密度を濃くしていきたいと思います。続いて第2対日強襲歩兵隊ですね、彼らの方も、まあ、隣接させるような形でカバーしながらですね、もう密度を濃くしてとにかく日本軍の進撃を止めないと、これ以上侵攻されると苦しいかなという状態なので、で続いて第4対日強襲歩兵隊ですね、とにかくもう密度を濃くしてとにかく耐えると、日本軍が疲れるのを待つ、補充が滞るのを待つっていうちょっと消極的な作戦にはなってしまうんですが、で続いて騎兵ですね、騎兵ももう遊撃隊として組織したんですけど、もうそんなことは言っていられないという状態なので、前線にバリバリ出てもらいましょう。でこの第日遊撃隊、これに関してはさすがにね、取っておきましょう。どっかの前線が崩壊したり、あるいは日本軍に強襲上陸をあえなくされてしまった時のために、これを迎え撃つ部隊としてさすがに残しておきましょうね。でちょっとね鼻の調子が例によって良くないと、お聞き苦しい点もあるかもしれないんですけど、ご容赦をいただきたいなと思います。どうもねやっぱり花粉の季節は辛いですね。でどうしても厚めにしておきたいところには、この中華統一戦線軍の援軍部隊を入れておきましょう。ここがねもうかなり張り出されてるんですよね。ここをなんとかカバーしていかないといけないので、まあ、4個しか師団はいないんですが、それにこの虎の子の戦車大隊、これもね補充が行き届いてないんでかなり厳しいんですが、これも同じくこの一番張り出されているところに当てていきましょう。で続いて
前線をねさすがにここまで押し込まれているので逆に押し返さなきゃいけないというのもあるので、押し返していきましょう。第1、第2、一番この押し込まれているところは押し返すと。で第3、第4は現状維持で、それにこうする形で、前線をね、押し上げていきましょう。戦車がねいまいち機能してないんですよね。さすがに補充が行き届いてないのでしょうがないかなというところはあるんですが、さあじゃあこれで時間を進めていきましょうか。で今撃てるディシジョンは何もないはずなのでどうしようもないよね。さあではこれで時間を進めていきます。ではここで陸軍の経験値が溜まっているのでこの陸軍改革入れましょう。手段攻撃防御が 17%、 動員速度がプラス 10% になります。これで少しでもね持ちこたえてくれればいいなというところですね。まあ日本軍のねこの進撃が早い強いというところがあってどうにも止められないので、早速この歩兵の遊撃隊を前線に投入しなきゃいけなくなったな。ここ前線突破されてますね。穴が開いちゃってるのでここをカバーさせましょう。まあ、全体的にやっぱり赤が目立ちますよね。こことかすごいですよね。攻撃側45師団に対して防御側日本帝国2師団、これで劣勢ってどういうことっていう感じがするんですけど、マジか。ちょっと攻撃戦から先鋒戦に変えましょう。このまま押し込まれ続けるのはさすがによろしくないので、準備完毕長官。師団の消耗が激しくはなりますけどね、一旦前線を押し返さないと工場地帯も危なくなりますからね。
まあ、日本軍の方でそれなりに消耗はしてくるとは思うので、なんとか押し返していきましょう。また前線が崩壊しているな。いやー日本軍強いね、本当に強い。前線をこう修正して修正しても間に合わないからな、本当にね恐ろしいですよ日本軍。200師団の構成にしてもなお突破してくるからな。ここも突破してくるね。この日本軍とか消耗 40% 来てるんだけどな、これでも抑えられないか。ここの穴埋める部隊がいなくて困ってるな。どうする？打つ手がないな、どうしようかな。とはいえ第三対日強襲歩兵隊に頑張ってもらうしかないからな。ちょっとまた前線の修正をしましょう。さあ国家方針60手段計画が入ったので、どうするかな。この次だよね、戦局に影響する、しかもいい意味で影響を及ぼすようなことをしていきたいんですが、軍事系だとどうしようかな。よし、要塞のレベルを上げよう。最悪上海まで交代することも視野に入れて、あと外交だな、外交そろそろ本格的に外交をしておいて助けを呼べるような状態にしておこう。
逆に日本軍のこの辺りに上陸して後ろから攻め入るっていうのも手だよな。このまま敵の精鋭部隊と正面衝突していても、事態がなんか好転する気が全くしないな。充足率が低すぎるよな、いくらなんでも。かといっても余剰の戦力が今ないんでね。またこうやって中途半端な状態で兵を送っていかなきゃいけない状態になっていきますね。そしたら今だと師団構成でいうとあふれてきているので、中華統一戦線軍の方に編入していきましょう。また前線が突破されてるな。今度はここか。さあこの師団の援軍はありがたいな。第2中華統一戦線軍の方に10師団ほど余剰で入ってくるね。しかも充実している。到着まで少し時間がかかるのがちょっとねもったいないというか、そこまで持ちこたえられるかというのはあるんですが、これで一気に第2中一中華統一戦線軍の部隊が強化されますね。一刻も早く到着を待ちましょう。まあ、なんとかこれで持ちこたえてくれればいいんですけどね。持ちこたえられるかどうかかな問題は。
また穴開けられてるな、ここ。いやこれは結構厳しいよな。なかなか日本軍の方もね、その消耗しないですな。ここだけをカバーしてほしいだけなんだけどな。ここのカバーも厳しいってか。まあ、余っている造船所で駆逐艦を作っておけばいいでしょう。まあ、これは、まあ、どうでもいいといえばどうでもいいので置いておきます、そのままね。とりあえず前線を押し返していかないと。イタリアからも師団が来てるんだな、2師団ほど。こういうのも邪魔くさいよね、地味に。まあ、押されながらも耐えるっていうね、日本軍の進撃速度をちょっとでも抑えながら日本軍が疲れるのを待つっていう、少し消極的かつなかなか厳しい戦いが続きますが、これで、当面の間はしのいでいくしかないかなというふうに思っています。では時間もいい時間になりましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続き、耐える戦い頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。